こんにちは、どうもヒロです。スプラローラーで、縄張りバトル。久しぶりの縄張りバトルです。で、いきます。最近、録画アプリの調子がすごく悪くて、今これ撮れてるかわかりません。そして、なんかすごくね、レベルの高いところに、ありがとう。レベルの高い縄張りバトルの部屋に入っちゃったみたいな。ものすごくレベルは高いです。ないのできついです。なぜだ、やばい、うわ落ちちゃった。締めが半分あっと見る、当たってないね。ここにいる、マーボリバトルだけど、ただちょっとローラーの練習がしたかったので、ガチマッチだと腕前が下がってたりするから、そうならないけど、ドン、現在5分ぐらい、やられた。弾けるときとなんかうまく弾けないときと、あ、勝ってるっぽい。点数はもうノーモデラーとかじゃないんで、点数は狙わずに、危ない、ダーだ。負けるぐらいの勝負みたいな。うわ、うっそでしょ。負けたかな。負けたな。ああ。まあいいんですよ。ローラーの練習だから。このランク50の人がね、すごく強いです。ちょっと部屋変えよう。よし、デザラインに投下した。部屋変えたから、どうか、とりあえず目的としてはね、ローラーで戦えるようになりたいから、攻め方が雑いのかな、まだ。とりあえず行こうか。
あ、バレてた。バレてたのかたまたまなのかわからんけど、一応イカの目の毛こう泳いでる時に、あれ違った。あの、なんだっけ、あれつけてるつもりだったなかった。回復力アップをつけてるのかな。あ、嘘でしょ。あ、変なとこに引っ付いた。戦えなかったな。勝った。2キル3ですとダメだ。敵1人と繋がってないし。ギア変えよう。イカ忍者だっけ、つけたから。イカ忍者つけてもインク潜ってる時全くバレちゃうことないよね。いや、すごいよ。インクないです、インクないです。あーってなってるすごいじゃん。うわー、いいじゃん。ちょっと倒せないんだな。当たってる気がするんだけどな。場所バレてるのか。確かに気づかなかった。この人にめっちゃ駆られてる。
くわ。バン。勝ったかな。勝ったけど。キルデススが、キルデス比が微妙かな。あ、まあ一応キルの方が勝ってるからよかった、ね、もっと倒したいんだ。